第37回 NHK 紅白歌合戦は1986年12月31日に NHK ホールで行われた通算37回目の NHK 紅白歌合戦21時から23時45分に NHK で生放送された1986年12月31日の12時15分から 翌1987年1月1日の2時55分まで放送された NHK 発の試みとなる15時間7部編成の大型ワイド特番15時間ワイド日本列島大晦日の第5部として放送された。斉藤幸、加山雄三がキャプテン名義で進行をメカらよりし、千田雅穂マサホが司会名義でキャプテンを補佐する役回りを担った。進行に 出場歌手、NHK アナウンサーという異例の体制が、紅白それぞれにつき、取られたのは、斉藤、か山を起用するにあたって、番組振興の円滑化を期する上で、振興補助をつける必要があると判断されたためである。斉藤はこの年上期の連続テレビ小説、羽根区のヒロインを演じたこと、香山は、香山雄三賞のレギュラー出演が選出の理由である。なお、 斉藤は、出場歌手としても初選出であるが、これが最初で最後の紅白出演となっている。司会発表前、赤組司会に、三空ひばりや松田聖子、田中優子、この年の大河ドラマ、命の主演、三田し子、白組司会に、赤子や三間抜きをが、マスコミ報道で取り沙汰された。その他構成段階では、元夫婦であるひばり、 小林明の両組取り企業や第35回の出演を最後に引退した宮古春美、前回赤組司会権取りを務めこの年、森慎一との結婚により芸能界を引退した森正子を審査員に起用する案があったという。当日はくしくも前回まで3年連続で白組司会を務めた鈴木健二の母親の葬儀の日となった。なお前回総合司会だった千田が、 先輩の鈴木に代わって白組司会を務めたほか、同じく前回テレビ中継を務めた吉川誠一が後輩の仙田に代わって総合司会に起用された。この頃から音楽ジャンルの多様化や裏番組の充実などで視聴率が急速に低下し始めた。今回の関東地区における平均視聴率は59.4%で1962年の 調査開始以来初めて60%を割った。また、裏番組、百個体の視聴率が17.2%による当時、裏番組最高新記録を叩き出し、17年間裏番組最高記録を保持していた。藤田、朝日、沢口は連続テレビ小説の歴代のヒロイン。出場歌手、NHK アナウンサーによる、両組司会二人体制は今回のみである。 その後第54回では NHK アナウンサー同士による両組司会二人体制が取られた。この年放送を開始し、1989年3月まで放送。かやまは以後第39回、1988年まで3年連続で白組司会を担当することとなる。なお聖子は今回の出演直前、TBS 系列、 第28回日本レコード大賞で、シュプリームがアルバム大賞に受賞された際、久々に公の舞台へ登場していた。当年8月31日限りで引退。ABC 書きの事情による落選のため、NHK 番組への出演を自粛中のため、後日の出場自体により、NHK は2人が自ら辞退したと主張しているが、 黒い交際発覚直後北島は判断は NHK さんに任せる。自分から事態はないと語っていた田中優子。2008年には暴力団組長が関係するゴルフコンペに出席していたことが発覚し、同年の第59回は早々に落選となった。ありがとうございます。